デートイフェルは第二次世界大戦中にドイツ海軍が計画した特殊潜航艇。試策のみで量産はされなかった。ドイツ海軍は1944年初めからモルヒと同様の任務に就く潜航艇,艇の計画を進めていた。その後、この計画は理体によって陸上走行が可能な水陸両用戦攻艇の計画へ進化し、同年3月には ドーバー海峡での使用を主目的とする、ゾンダンファールゾイクという16トン型の先行艇が計画された。その後、この計画を発展させて35トン型の先行艇の試作が計画された。これが、ゼートイフェルである。ゼートイフェルは単核式の先行艇で、イギリスの X 艇の影響を強く受けている。機関は、水上、陸上用として、ガソリン機関 水中用としてモーターを装備しているが、水上高行時にモーターの充電が可能であったかは不明である。離体は停体下部に装備されており、クラッチの切り替えによってスクリュートの切り替えが可能であった。この離体によってゼートイフェルは、理論上は陸上のみではなく海底での走行も可能であったが、機関の出力が小さく、実際は陸上走行のみに使用されたという。 開発はカールボルグワード社によって行われ、1944年夏頃に試作艇が完成した。試験では、当時実戦に用いられていた先行艇にあった魚雷発射時に軽くなった艇体が海面上に飛び出すという欠点がない点、魚雷発射時の安定性が優れている点などが評価された。しかし、35トンの艇体を陸上で走行させるには80馬力の ガソリン期間はあまりにもひきであり、離帯の幅が十分でなかったことも、相まって、地上での走行には、問題ありとの判断が下された。これを受けて、同年10月に離帯の幅を広げ、問題のあったガソリン機関をディーゼル機関に変更した改良型3隻の施策が、計画されたが、結局試作されずにゼートイフェルの開発は、打ち切りとなった。 ゼートイフェル水中用電動モーター、ありがとうございます。